2B 二人チラ見せの生配信予告動画公開。ついに涙も震えも止まらないと反響続々。こんにちは、スコープ芸能です。滝沢秀明氏が設立した新会社 2B が6日公式 YouTube にて行われる2度目の生配信の予告動画を公開し、多くの反響が寄せられています。2日の生配信にて三宅健さんの合流を発表し、その翌3日に滝沢氏が自身の Twitter のスペースで三宅さんと生配信を実施しました。そこで7日にも生配信を行うことを発表しています。そして4日には 2B Continued 02の文字とともに2脚の椅子が並ぶ様子の予告画像を公開していました。今回の予告では2人の人物の手元や足元など首下を映し、その2脚の椅子に座るシルエットを15秒弱の動画で公開しました。予告動画が公開されたことを受け、滝沢氏は自身のツイッターにて見守りますと絵文字とともにコメントしている。この投稿に SNS 上では、ついに翔くんと仁くんも発表、涙も震えも止まらない、シルエットだけで号泣、どう見たって翔くんと仁くんなど、一部にて報道された。キング&プリンスを今年5月22日に脱退、事務所を退所した平野翔さんと神宮寺勇太さんと予想する声が続々寄せられています。また、こんな嬉しいことあっていいの、二人に会えるの嬉しすぎる、嬉しさと緊張で吐きそう、また応援できることに感謝ですとコメント欄は大盛り上がりです。現在 2B Continued 02が Twitter トレンド1位を獲得するなど、注目度は高まりを見せています。また 2B は7月2日にも公式 YouTube 生配信で、元 V6 の三宅健さんが所属することを発表したばかりです。当日は三宅さんの誕生日だったこともあり、配信前から三宅さんにまつわる発表ではないかとファンは期待していました。また配信前に滝沢氏は自身の Twitter で、かつて三宅さんと組んでいたユニットケンタッキーにちなんで、ケンタッキーと思われるチキンの画像を投稿したり、配信の告知に三宅さんの愛用しているバングルを映り込ませるなど、数々の匂わせを振りまいていました。それらは全て三宅さんの正式合流発表で答え合わせがなされています。そして今回もかなりの匂わせがあり、ほぼ確実に平野翔さんと神宮寺勇太さんの2人が発表されるだろうと予測できます。公式でのツイートに対して滝沢氏がそれを引用リツイートする形で、シャーシャーとコメントしました。この滝沢氏のコメントから、ファンたちの間では考察合戦が繰り広げられているようです。彼らのファンは椅子が2人分であることに加え、滝沢氏がツイートしたシャーシャーがペルシア語で王の意味を持つことも見つけ出し、ツイッター上でシャーシャーって王が2人ってこと、シャーシャーってジグヒラしかないでしょと沸き立っています。そして7月7日という日付は、平野さんと神宮寺さんにかなり関連しているのです。21年のノンノウェブでキンプリとしてインタビューを受けた際、平野さん、神宮寺さん、そして同じく元キンプリで秋にジャニーズを退所予定の岸優太さんは、キング&プリンスデーを作るとしたら7月7日だと話していました。王冠の上のギザギザの部分が7と反転した7に見えると岸さんが提案し、平野さんと神宮寺さんも同意していました。以下ノンノウェブより引用。平野、今回のテーマアニバーサリーにちなんで、キング&プリンスデーを作るとしたら岸、7月7日でいいですか。神宮寺、なぜに7月7日。岸、今ふと思ったんだけど、王冠ってよく見ると上のギザギザ部分の両側が7と反転した7に見えるんだよ。神宮寺、だとしてその日に何かあるの。岸、いや、だから王冠に見えるっていうことでキング&プリンスデー。神宮寺、あ、確かにそうかもしれないね。平野、絶対そうだよ。また神宮寺さんが三宅さんの生配信を見守っていたという噂もあります。三宅さんが行ったインスタグラムのストーリーズをめぐっては、神宮寺さん絡みのちょっとした騒動もありましたよね。
三宅さんは7月2日夜までにインスタのストーリーズ機能を更新しました。服装から察するに 2B の YouTube 生配信を終えた後の休憩時間に撮られたと思われる動画でした。花束を持っている三宅さんに対して、インスタライブ大丈夫ですかとカメラの画角外で話しかける若い男性の声がしていたのです。この男性の声について、ねえ三宅くんのストーリーの花束持ってるやつのインスタライブ大丈夫っすかがめっちゃ神宮寺、三宅くんのストーリーの声が神宮寺にしか聞こえんと神宮寺さんにそっくりだという指摘が相次いで寄せられた。神宮寺さんが合流する可能性も報じられていますから、彼が 2B の生配信の現場にいてもおかしくありません。先輩の新たな門出を生で見学していた可能性もゼロではないでしょう。また芸能関係者がこうコメントしています。水面下ではすでに平野さんの再始動計画がスタートし、新曲に関するプロジェクトが進められています。プロデューサーは滝沢さんで、彼が信頼する大物作曲家が楽曲を手掛けるそうです。すでに制作は始まり、完成のめども立っています。大手レコード会社と契約したとの話もあり、そう遠くない未来に具体的な発表があるようです。もしかしたら平野翔さん、神宮寺勇太さんのユニットが再始動ソングを発表する日も近いのかもしれませんね。さらに平野翔さんと滝沢秀明さんには昔こんなエピソードがありました。2019年10月に横浜アリーナで行われた海外アーティストのコンサートにトラビスジャパンが出演した際、平野翔さんと滝沢秀明さんは空席を一つ挟んで並んで見学したそうです。そして2人の間の席は同年7月に死去したジャニー喜多川氏のための場所だったそうです。このエピソードかなりワクワクしませんか？平野翔さんは長年ジャニー喜多川氏と海外進出の夢を語っていました。滝沢秀明さんは自身が手掛けたアーティストをジャニーズ事務所では今まで成し得なかった海外デビューに押し上げました。平野翔さんやジャニー喜多川氏の夢の半分ほどは滝沢秀明さんの手によって目の前で叶えられていたということです。平野翔さんが滝沢秀明さんに対して特別な尊敬の念みたいなものを抱かないとは到底考えにくいですよね。平野翔さんと神宮寺勇太さんが滝沢秀明さんと今後どのようなエンターテイメントを作っていくのか目が離せません。彼らの今後に期待ですね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。